今回は漫画でわかる気分よくスイスイいい方向へ自分を動かす技術という本をご紹介します。仕事に専念したいのについ SNS を見てしまう癖があります。ダイエット中なのについついお菓子を食べてしまいます。そしてどんな相手にも感じよく接するつもりでも感情が顔に出てしまうことがあります。人間は自分をうまくコントロールできないことがあるものです。このような状況にイライラし悪い習慣に陥りストレスがさらに積み重なることもあります。しかしこのような悪循環から抜け出したいと思うならぜひこの本をおすすめします。この本は精神科医の結城雄志と漫画家ジャム氏による共著です。彼らは以前にベストセラーとなった漫画版ちょっとだけこっそり素早く言い返す技術でタッグを組んで日常生活で役立つ技術を教えてくれました。今回の本の主要テーマは自己コントロールの技術です。その中心にあるのは自制力です。本書によれば自制力は自分を制御する力であり成功の基盤となるものだと言われています。確かに自分を思い通りに操れるようになれば人生も思い通りに進むでしょう。この本を読み進めるうちに視野が広がる感覚を味わえるでしょう。結城雄志の分かりやすい説明とジャム氏の笑える漫画を楽しみながら一生役立つ自己コントロールの技術を身につけましょう。この本の魅力の一つはジャム氏の漫画です。ユーモアあふれる猫たちがあなたを笑わせ癒してくれることでしょう。また自制力を生かして人間関係を円滑にするコツが紹介されています。相手との適切な距離を保つのが難しい人や人間関係に疲れている人、自己評価が低いと感じている人にとって特に価値のある部分です。この本を読むことで望む自分に少しずつ近づけるでしょう。自己評価が低いと感じる前にぜひこの本を読んでみてください。